出てるけどちょっと違う感じですね。ここに、岩の下のくぼんでるところには大きな魚がいたりしますね。そうですね、あれそうそうそう、こちらの車高がめちゃくちゃでかいやつがあるんですね。ヒラジャコって言ってですね、下に張り根っこ出して、貝の木の蝶つらのところが根っこ出して下に張り付いてるんですね。そこからああやって落ちたんで、どんどん成長していってるんですね。最初に上、トゲチョウチョウがいますね。違うのか、